国鉄 C63 型蒸気機関車は日本国有鉄道が計画、設計したテンダー式蒸気機関車の位置形式である。国鉄最後の正式蒸気機関車として計画されながら1956年に設計図が完成したのみで実際には製造が行われなかった。このため未製車両となり幻の機関車とも呼ばれている。 C63 型が計画されたのは1955年頃のことであった。当時は財政難などで電化持ちとして進まず、また機動車やディーゼル機関車の技術も未成熟であり、無塩化を着実に進めていける状況にはなかった。その一方で、原油機関車には老朽化が進んでいるものもあり、輸送需要増加と合わせて機関車不足を招くことになるため、 手戻りではあるものの蒸気機関車の申請はやむを得ないとの判断が下された。地方ローカル線での客貨療養目的での使用を前提とし、主として老朽化が特に深刻化していた C51 型を置き換える目的で設計された。構造は C58 型をベースにしているが、できるだけ C51 型に近い性能を得ることを目標とした。 国鉄最後の新製蒸気機関車となるため、以下のような新設計を取り入れている。軸配置はベースとなった C58 型と同じく 1C1 となっていた。京都鉄道博物館に展示されている C631 のナンバープレートこうして1956年には設計図が完成したが、製造正式決定を前に無塩化の進捗状況と機関車の受給が再検討され、 現段階では蒸気機関車の製造が絶対必要とは言えないとの結論に達し当分の間は製造を見送り情勢を見守ることになったそしてその後すぐ交流電化及びディーゼル機関車機動車の技術が確立し急速に電化ディーゼル化が進むこととなったさらに国鉄は1959年に動力近代化計画として 1960年の会計年度より蒸気機関車を15年で全廃する計画を立て実行に踏み切った。これにより蒸気機関車が不足する懸念は全くなくなったばかりでなく国鉄が蒸気機関車廃止の方針に転換したためついに C63 型の製造決定が下されることはなかった。この C63 型については 同じく製造中止となった a 5 0系電気機関車と同様に、製造中止後も数々の情報や資料が紹介されており、日の目を見ることのなかった悲運の形式として、鉄道ファンには広く知られている。もっとも、基本となった C58 型には、角度軸が短軸距で、大枠中央に集中して配されていて、前後端のオーバーハングが大きく、 高速走行時に著しいピッチングと要因グが発生する傾向があったことが知られていた。このため、ボイラーの燃焼効率改善を目的として、ひどこ面積の拡大を図った本形式の場合、C58 型よりもオーバーハングが重く大きくなることからこの症状がさらに悪化し、実際に製造しても、当初目標とされた C51 系並みの 走行性能が得られなかった可能性が一部で指摘されている。これについては、高速走行が問題となった規制本線でも同様が発生しない時期があったこと、他の路線では、時速8 0トル以上の速度でも警戒に走行していたことから、連暴の短さと補線軌道の悪さが原因であり、製造されれば C58 系の素晴らしさを証明する。 幻の機関車であったと評されている。本形式の模型を、梅工事蒸気機関車間に保存することとなり、正式図面をもとに、高取工場にて、c 6 3一として製作された。その後、郡山工場では、若手職員への蒸気機関車関連技術の継承を主な目的に、設計図をもとに1、5スケールのライブスチームが製作され、胴体のミニ SL として、 イベント時などに使用されている。なお、郡山駅1階には模型が展示されているほか、京都鉄道博物館の展示室においても模型が展示され、朱色に塗られた C63-1 のナンバープレートも同館に存在している。また、日本の鉄道模型メーカーであるマイクロエースがこの C63 型を N ゲージで発売している。また、 一部の鉄道ファンがイギリスのペパコーンの A1 の心臓に触発されて C63 の心臓を目指して活動している。ありがとうございます。